こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画は、鹿児島県北部、熊本県境にある出水市。他県民の方々からは、パッと見は読めない難読地名の町、出水市。この出水市は、日本最大の鶴の渡来地で、毎年10月中旬から12月頃にかけて、1万羽を超える鶴が越冬のために、シベリアから渡来し、3月頃まで滞留いたします。その渡来数と種類の多さは日本一と言われており、鹿児島県の鶴及びその渡来地として、国の特別天然記念物にも指定されています。また、江戸時代には、薩摩藩独特の渡上制度下で、最も重要な肥後熊本との国境を国境を守った薩摩藩最強の武士団、泉平吾がいた町、泉で、そんな魅力的な町、泉市とはどんな町なのかを今回ご紹介いたしますので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。まずは泉市とはどんな市なのかを簡単にお伝えいたします。泉市といえば大阪にある泉ナンバーや、昔の泉の国で有名な和泉と書く泉市が有名ですが、鹿児島の泉市は出る水と書いて泉市。泉市は鹿児島県の北西部に位置する市で、面積は 329.98km² で、人口は2023年12月時点で5万800人ほどです。九州新幹線の停車駅で、肥薩おれんじ鉄道の拠点駅の泉駅があり、鹿児島市と熊本市の中間的な位置にあります。有名なのは冒頭で紹介した日本一の鶴の渡来地であり、江戸時代からの武家屋敷群、泉ふもと地区があり、食べ物ではみかんにそら豆、スナップエンドウ、いちごに海苔やさつま揚げ等の水産加工物、そして養鶏業が盛んで、鶏卵産出額が日本一なこともあり、卵や卵の加工品も有名です。あとは箱崎八幡神社にある日本一の大鈴に、泉市麓町の八坂神社にある日本一のお地蔵様が有名です。また日本最大級のアジサイ園の篠の目の里アジサイ園があり、さらに10万本の菜の花に始まり、ボタン、アジサイ、秋には約25万本のコスモスが咲き乱れる花が溢れる高原、上場高原が有名です。そんな日本一がとにかく多い魅力的な町、出水市ですが、やはり一番は日本一の鶴です。もし、鹿児島県民に泉といえば何が有名かと聞いたら、まず一番に返ってくる答えが鶴になります。実際に出水市の市章は鶴がデザインされていますし、鶴を前面に押し出しています。出水市の高尾野中学校や各小学園には鶴クラブがあり、出水平野に飛来する鶴の波数調査を両校で共に実施しており、この数は公式な飛来数として発表されています。また、各小学園には地域の素材を生かした独自の教科、鶴科が設置されています。鶴科では学校の近くにある泉鶴渡来地と連携して9年間にわたり鶴について学習します。鶴科では飛来波数の調査や分散化にかかる研究、ボランティアガイドなどの活動が行われています。さらに鶴の町出水市では鶴を送る夕べや鶴マラソンが開催され、町の至るところに鶴にちなんだ名前や関連グッズが溢れています。そんな鶴と密着してきた出水市ですが、この歴史は元禄年間に開かれた干拓地に多くの鶴が集まるようになり、これを薩摩藩が奉公したことから始まり、以来人間と鶴との共生の意識が地域に連綿と受け継がれてまいりました。しかし、大正年間には3000羽を超える鶴が農作物を荒らし、人が大事か、鶴が大事かと議会で大議論が起こるようになりました。その後、太平洋戦争を経て、1951年にはわずか217羽にまで激変いたしました。そんな状況の中、1952年、鶴及びその飛来地が国の特別天然記念物に指定され、本格的な保護活動が動き出しました。その一つが1960年に始まった出水市立小中学校鶴クラブによる波数調査でした。その後、出水ではこの旧小中学校、現在の各小学園と高尾野中学校の鶴クラブの生徒が中心になり、2カ所、荒崎、東干拓の人工ねぐらから朝飛び立つ鶴の波数調査をしています。もともとは地元の鶴保護監視員の方と荒崎地区の子どもたちが同好会的に波数調査を行っていたそうですが、1966年、旧小中学校に鶴クラブが正式に発足して以来、継続的に調査が行われるようになったそうです。
調査は鶴の飛来数が特に多い期間11月から翌1月までに合計6回行われ、その中の最大記録数は越冬シーズンの公式波数として公表記録されています。およそ60年の長い歴史を持ち、子供たちがインジゲーター数取り機を片手に調査を行う光景は泉の冬の風物詩となっております。今回は鶴観察センターで電気自動車と双眼鏡をお借りして、なおかつ認定ガイドさんに詳しい鶴に関する説明をお伺いいたしました。よろしいですか。はい、じゃあお願いします。はい、これ、はい、今2で鶴の越冬地の環境保全に使う協力金をお願いしてます。はい、あの車1台1000円で、はい、あの入域料をご協力いただければ入館料無料、はい、双眼鏡の無料貸し出し、はい、それからあの東干拓、ここ西干拓なんですが、ここは西干拓、はい、はい、東干拓 1.5 キロ先の東干拓というところがやっぱり旧地があるんですが、はいはい、そこに、はい、あの行くのに入居許可証というのが必要です。そうなんですね、あの鳥インフルエンザの消毒の関係 で、そういうのの、はい、あの許可証も発行させていただいてます。はい、あとおすすめなのがこの二重乗りなんですが、はい、電気自動車、そこまであのフリーで行けますので1時間の無料貸し出しになります。よろしかったらあの、はい、協力いただけると。もちろんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ただですね、はい、あの電気自動車が2台しかなくてですね、はいはい、人数が多いと今日みたいにお客さんが多いと、はい、あのちょっと時間待ちという形にも、はい、1時間ですので、はい、最悪時1時間待ってもらえれば、はい、分かりました。あと、はい、それで行けなかったら自分の車でも行けますので、入居許可証というのを発行させてもらって、はい、要するにあの、無料の貸し出しのやつはその東干拓に行く時の、はいはい、そうなんです。なるほどですね、あのちょっとコースが決まっておりますので、あの都道を見る、なるほどですね、以上になります。わかりました。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。じゃあ一旦これね、1000円の協力、これ大切なことですかね。お願いしますね。それでこれチケットになります。チケットですね。はい、ありがとうございます。説明書です。はい、チケットを持ってですね、入館してください。はい、あのグリーンのベストを着た女性がいるので、はい、その方がいろいろ説明をします。説明していただけるんですね。はい、いろんなサービスの説明をします。はい、ぜひどうぞ。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。すいません、ありがとうございます。あれは鶴じゃない、あれカラスですね。あれはカラス。で、それが協力金を支払えばこの無料の、電気自動車の貸し出しがあるということで、はい、まあ、自家用車でも行けるということですけども、まあ、このね、こういうのもあの協力金を払えば使えるということでね、ちょっと試してみる価値はありますよね。はい、で鶴の今の、数がここに書いてありますよね。12,970、14日時点でラムサール条約登録湿地です。はい、ラムサール条約ですね。鹿児島ではあの伊牟田池もそうですよね、ラムサール条約になってます。鶴鍋鶴が一番多いんですね。トマナ鶴と泉といえばね、鶴ですよね。はい、で、まあ、ここが、一番機関になる鶴観察センターということで、泉市鶴観察センターね。あちらにトイレがありまして、今日は天気もいいですからね。はい、鶴がやいやい鳴いてます。はい、声が聞こえますかね。鶴がやいやい鳴いてます。ガイドの中野さんに今回はですね、はい、はい、もうありがたいことに中野さんに説明を聞いて、はい、ご存知ですかね。鶴の種類、一応ちょっとした、うん、あの知識は入れてきました。鍋鶴ですかね。鍋鶴、はい、マナ鶴、今ここに見えてるので、はいはい、まずですね、はい、ここの干拓地、はい、この干拓地はですね、はい、江戸時代から始まってるんです。あ、江戸時代から、はい、約300年ぐらいかけてですね、はい、最初は向こうの、あの島のあるあの界隈から始まってきて、あ、向こうの方から始まったんですか。でずっとこっちまで300年ぐらいかけて、はい、へえ、干拓が生えてきました。干拓ということは、ここはもともと海だったということですよね。昔の あれは向こうの藪のところです。あ、
あの藪のところが陸地だったということですか。はい、そうなんですね。じゃあすごい広いですね、この干拓地というのは。ずっと向こうからですから。でしょうね。はあ。島のところから。はあはあはあ。今年は1万2500ぐらい、はい、鶴が飛来してます。あ、そうなんです。多い方なんですかね、少ない方なんですか。まあまあこんなもんですか。まあ、マンバズルも27年続けて、はい、マンバズル上がってるわけですので。はい、で今あそこにいっぱい固まってる、あれ餌を取ってます。背の高い白っぽいのが、はい、灰色のがマナズルです。あれなんで固まってるんですか、あそこは。あそこに餌があるんです。餌を食べに来てるんですか。双眼鏡でですね、はい、足元こうやって見ていただきますと、小麦を巻いてあるのが分かると思います。小麦を、はい、小麦はですね、あそこに、あそこに固まって、はい、体力のある、はい、ちょっと大きめの方の真鶴の方が優先的に真ん中にいるんです。横の方に黒いのがいるのが、はい、あれが鍋鶴、マナズルが強いんですかね。マナズルの方が体格的に体格が大きいんです。羽を広げた時にやっぱ30センチ以上違いますね。そうなんですね。あれは食べてないというか寄ってきてないのはまだ、もうですね、はい、順番に今の時間帯になれば、はい、結構広がってしまうんです。そうなんですね。ある程度食べて、はい、でずっと広がって、はい、日頃はそこに集中しているんです。あ、本当はもっといるんですかね。はい、朝7時に餌まきますので、はいはい、うん、朝7時にまくんですか。はい、じゃあもうだいぶ経ってるということですかね。はい、ですね。で実際的にはですね、はい、ねぐらっていうのは向こうにあるんですよ。あ、ねぐらがあるんですね、向こうに。はい、鶴はですね、はい、水の中で寝るんです。へえ。水の中に固まって片足上げて寝るんです。あ、フラミンゴみたいですね。なぜ水の中で寝るかというと、はい、哺乳類を警戒しているからです。あ、天敵に。天敵を。だから水の中だと入ってこないやつ、はい、もし入ってきても、はい、ハモンとか、はい、ああいうので気づいて。あ、気づいてですね。はい、なるほどですね。鶴は寝るときはですね、はい、風に向かって寝るんです。はい、風に向かって寝るんですか。飛び立ちが早いですから。あ、なるほど。飛行機と同じ夜なのか。飛行機と一緒です。あ、へえ、そうなんですね。そうか、鍋鶴、真鶴、あとは何。あとですね、はい、黒鶴っていうのと黒鶴、カナダ鶴、はい、それと袖黒鶴っていうのが来てるんですけれど、はい、鍋鶴は世界中にですね、はいはい、1万5000羽ぐらいいる中の、はい、80から 90% ぐらいがここに飛んできてるんです。あ、これ泉平野にここに来るんです。はい、で、マナズルも、はい、で約 40% ぐらいがここに飛んできてる。はい、あ、どちらも絶滅危惧種です。なんか以前にですね、なんかちょっとあんまりにも泉のこっちに集まりすぎて、その、まあ、鳥インフルも含めて、はい、うん、そのちょっと場合によって危険だね、分散っていうんですかね。分散計画立ててるんですけど、はいはいはい、なかなかうまくいかない、動いてくれないんですね。なんか山口か、あっちの方でしたか、ね。はい、山口、周南市の方。あ、周南、あ、そうか、周南市か。はい、向こうの方に、はい、移そうっていう計画あるんですけど、なかなかですね。まあですよね、鶴がそうやって去年は鳥インフルエンザで結構、はい、1000羽以上なくなってるんです。あ、ね、泉はあれ確か養鶏業者さんが多いですよね。はい、鹿児島は養鶏多いんですけれども、はい、今年1箇所だけ鳥インフルエンザが発生している。一箇所で収まった。今年は一箇所。去年は多かったんですよ。ですよね。もう、はい、もう卵がですね、もう値上がりしたのもそうですよね。うん、ここは丸井農協って養鶏農協があるんです。ああ、丸井農協さんね、有名ですよね。まあとにかくあれですよね。毎年その鳥インフルエンザに関しては心配ですよね。このです。ですよね。ね、鶴が。ね、ちょっと
してですね、今日本当に分散しすぎてですね、はい、金沢ズームっていつもこの辺りにいるんですよ。ああ、そうなんで、うん、ちょっとなんかあれが変わった感じのツルなんですかね。金沢ズームっていうのが世界で一番多いんですよ、はい、あ、そうなんですか。でもここは、はい、名鳥結局迷ったツルが飛んでくるぐらいで、はいはい、ああ、そうなんですね、うん、そうなんですね、うん、もそこにサンバだけいるんだけど、うん、今日はなかなかいないんですよね。いや、なんか少ない鶴だから希少なするかなと思ったら本当はたくさんいるんです。世界で一番多いんです。そうなんですね、はい、どうしても鶴と言ったらやっぱりなんかもう日本人としては単調を思い出すんですよ ね、 素人ね。単調に松に止まってる鶴っていう、ですよね、ところがですね、はい、鶴は木に止まれないんです。あ、そうなんですね。花札とかでね、よくありますけどね、うん、まあ、縁起物ですよね。だから何をイメージしたかというと、はい、鶴に似た鳥っていうのをイメージして、ええ、ああいう絵は描かれてると思うんです。あ、そうなんですね、うん、コウノトリとかああいう文具のやつですね、ええ、はあ、うん、だって撮影に皆さん地元の方ですかね、よく来られるのかな。これはよその方だ、はい、よその方、うん、結構こう観察に来られてる方が多いんですよね、うん、今撮影されてる方は朝早くからもいらっしゃる、もう3回目でした、やっぱり鶴が好きで来られるのか、うん、どういうあれなのかな、うん、なんかこうあんまりにも鶴が多すぎてなんか鳩のように見えるというふうに、うん、なんかね、あの聞いたことがある。私あのタクシー運転手してるんですよ、うん、あの鹿児島市内で。お客さんからもあまりにも鶴が泉に行くと多いから、もう鳩がいるみたいで、もう、でもこう世界でもですね、はい、自然のこの鶴をこの距離で見れるっていうのはここしかないんです、はい、あ、そうなんですね、もうすごい、ものすごく貴重ですよね。貴重ですよね。そうですね、うん、もうだからこの距離で見れるっていうのは、はい、これだけの量をこの距離で見れるですよね。あんまりにも多すぎて、なんかこう、あの希少な価値観がちょっと絶滅ね、絶滅危惧種ですか、うん、全部絶滅、今ここにいるのは全部絶滅ですね。あ、そうか、世界で1万何千羽とかしかいないってことですもんね。ナベヅルが1万5千羽ぐらいいるんです。ナベヅルが1万5千羽、そのうちのそのうちの 80% ぐらいがここに来るんですよね、うん、もともと要するにだからあれですから、夏場シベリアとかあっちの方にいるんですか。そうですね、ロシアとか、シベリアとか、はい、あと中国の、はい、方とか、ね、あ、中国の、あ、うん、北の方ですかね、はあはあ、そうか。いつぐらいからこれは鶴は来だしたんですかね。その干拓はその江戸時代からずっと。ですね、はい、昔はですね、はい、鶴はいろんなところにいたんですよ、だからその名残としてですね、はいはい、なんとか鶴とか、あの鶴のつく、うん、名前いっぱいあるんですよ、地名に。あ、ですよね、確かにですね、うん、あとだから、うん、鶴に似た鳥っていうのなんかでも、はい、やっぱりその名前がついてるんですよ、うん、いろんなですね、土地とか、品物とかありますけれども、はい、その中でですね、鶴っていう名前の何があるかな、うん、結構多いの。鶴、何があるの、そんな言われるとあれですよね。酒が多い。ああ、そうか、白鶴とかね、うん、ね、ああそうか、お酒、そう言われれば多いですよね、日本酒。結構、うん、酒類っていうのはですよね、うん、あのなんとか鶴っていうのが日本酒でも銘柄がありましたよね、うん、確か、うん、なんでなんですかね。なんか結局鶴の名前、鶴に似た鳥の名前、はい、全部一括して鶴っていう形で呼んでしまってる。まあ詐欺とは違いますけど、はい、まあでも昔はもう一緒だったのかな、一緒になってたかもしれない。で途中でですね、はい、あの乱獲があってですね、はいはい、だから鶴もかなり減ったんですよ。出雲の鶴も270羽ぐらいまで
一時は減ってます。あ、そうなんですね。で、昭和27年に、はい、天然記念物になって、で、それか我々徐々にこう数が増えてきた。で、ちょうどこの村の湿地帯が住みやすかったみたいで、はい、ここにずっと居ついてしまったっていうのがあるんです。そうなんですね。あれがカナダズル。子供は羽毛が生えてます。子供がですよね、真ん中にちょうど、はあ、その羽毛が取れたのが赤くなるんです、はい、地肌が見えてるから。あれだから、なんていうの、親子っていうかですかね、じゃない親子だと思います。家族、鶴の家族っていうのはですね、はい、4羽までなんです。あ、4羽までなんですか。卵2個しか産まないから。へえ、そうなんですか。そうなんですか。はい、あ、卵2個しか産まない。家族単位で割と暮らすんですかね。はい、家族単位で動いてます、ね。うん、あれがカナダズルか。ね、いっぱいいるんだけど、ここでは希少、うん、希少な。希少な。うん、ああ、世界で一番たくさんいる。ちなみに中野さん、あそこにいるサンバ、サンバは家族ってことですよね。それは何ズルですかね。これはマナズルです。あ、これがマナズルか。はい、今飛び立っていた。はい、そうです。あれが今飛び立ったあのサンバは一家族。あ、一家族なんですね。うん、でもみんな同じ大きさに見えるけど、あれですかね。なんで子供が、子供がいるはずなんです。そうなんですね。春に生まれたのはね。そこに一羽いるのはもう単独の、はい、もし前夫婦だったとしたら片方が亡くなった。ああ、そうか、うん、あ、そういうパターンがあるんですね。あの6時40分45分ぐらいに飛び始めた、はい、あ、そうだ。ちょっと暗かったんですけどね、まだ。あ、こう何羽かが飛び立つとみんな飛び立つって感じなんですか、ね。そうですね、あの家族単位で飛んでいきますので、はい、飛んでこのずっとこの西と東とこういろんなところにこう行ったり来たりするのか。こんな感じで飛んでいくんです。ちょっと元に戻しましょうか。ほら、あ、こんな感じでですね、うん、はあはあ、まあ大きく伸ばせば分かると思うんですけど、ね、あ、なるほどですね、うんうん、へこれが今朝の状況なんです。はい、あ、今朝の状況なんです。もう、もう鶴の時期を変えて皆さんもこう、もう毎日毎日こう地元の、ね、あそこもやっぱり固まってる、あれは餌場なのか。ちょっと暗いから映らなかったんですけれども、はいはい、こんな感じで寝てるんですよ。あ、そこの水の中。ああ暗くてですね、ちょっと飛び立つ前にお客さんに説明する分を映してたんです。あ、そうなの。そこにあれちょっとこう固まってるのよ。あれはなんか餌場というか、だからですか。そうですね。だいたい固まってるところにはまだ餌が残ってるっていう感じのところ。これは時間帯によってこう、まあ、こう軽トラでこうその係りというか、そう上げる餌をあげる人がこう入っていってってことです、はい。餌をあげる人はですね、はい、あっこから入って、その田んぼの中にずーっとあのトラクターの轍の跡がありますよね。あ、トラクターの轍の跡。田んぼの中、ぐる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 って回って、あれあそこにずっと種も、ああいうところにずーっと餌まいてる。ああ、そうね、確かに。ぐるぐると回ってる。昔はですね、この中にこの通路に全部軽トラックで巻いてた。なんかそういうのをニュースとかで見たことが、はい、だけどそれで巻けば、はい、そこにあれが鶴が集中してしまうんです。だから鶴、あの鳥インフルエンザとか、ああいうのがあるから、今度は分できるだけ分散させるように、広く餌を巻く。巻くんです。
だから去年は1000羽以上なくなって、うんうん、今年はそんなもうな、ほんの数羽だから、うん、それだけの効果はあるのかなって、うん、そうですね、うん、もう鳥インフルエンザとの冬場この泉の戦いですよね。袖鶴はいないのか、袖鶴は、ね、袖鶴はですね、はい、今出張中、ここ今朝の、ですね、7時40分ぐらいまでは、はい、いたんですか、ねぐらにいたんです、あっちの東館宅の、あ、そうなんあの今はあの真鶴と一緒に、はいはい、真鶴の家族と一緒に生活しているんですが、はあ、あの他のところに飛んで行っています。どこの辺まで飛んでいくんですかね、うん、こっちの方に飛んでいって、はい、やっぱり そんなに遠くまでは行かないんですよね。まあ、アクネまで行ってもらうとはそんなない。あの結構野田とかアクネとか飛ぶんですけれども、はいはい、分散してはいるんですけれども、はいはい、あのその袖黒はそんな遠くまで行、はい、行かないんです。はい、鳥の好きなバードウォッチャーの人はね結構多いですよ、うん、あの見に来られる、見に来られる方ですよね、うん、まあ、鹿児島にいながらなかなか鶴のニュースを、ね、聞きつつ、うん、いつもまあ行こうかなと思うんですけど、あっという間にもう春ぐらい過ぎてっていうパターンが多かったんですけど、今回はちょっと鶴を見ないといけないな。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。この時期に泉に来ると鶴の多さに圧倒されます。絶滅危惧種の鶴、ナベヅル、マナヅルのほとんどがこの泉平野に渡来してくる。泉市は日本一の鶴の町だということが伝わったでしょうか。そして泉市民が一丸となって鶴を保護した結果、27期連続の1万羽を超える万羽鶴となりました。あと残り少ないシーズンとなりましたが、この圧倒的な鶴の姿をぜひとも見に来てください。そして他の見どころとしては泉の武家屋敷群、あと受験シーズンですので日本一の大鈴、なせばなる大願成就の大鈴がある箱崎八幡神社、また台座も含めると高さ 4.2 メートルの日本一のお地蔵様がある八坂神社など見どころもたくさんありますので、鶴ともども観光に来てみてください。よろしくお願いいたします。あとこのチャンネルでは大阪出身で両親が鹿児島出身のタクシードライバーの私もが鹿児島に関するさまざまなこと、いろいろな場所、何でもありありで動画をアップしておりますので、見逃さないためにもチャンネル登録をぜひともよろしくお願いいたします。あとは今回の動画が良かったらグッドボタンと、また泉市に鶴に関する思い出や感想などをコメントにつけていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。